お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらラット式ミラーゴブリンドリルバージョンですね、やっていきたいなと思います。ゴブドリですね、バカ強いです。本当にもうザぶっ壊れというカードだなと思ってます。まあそんなぶっ壊れのねこのゴブリンドリル、ミラーで出してあげればまあもっと強いだろうと、まあ、いうことでやっていきます。マジゴブドリミラーえぐいっすよ。ゴブドリミラーするだけで本当タワー折れます。えぐいっす、これ冗談抜きです。本当に見ていただきたいんですけど、でまだゲットしてない方はね今チャレンジ来てますので、ドラフトね画面右の方にスワイプしていけばドラフトチャレンジありますので、ぜひもう今すぐにゲットしてください。マジ、ゴブドリエグいっす。なんか、何がエグいって、まあ、このミラーだと、特に14レベルのゴブドリゴブリン。それがね、火力がありすぎるっすね。14レベルのゴブリン、皆さん使ったことありますか？まあ、ある人もまあ、いるとは思うんですけど、ほとんどの方はないと思うんですよ。なので、もう、ぜひ一度はね、使っていただけて、14レベルエグいです。さあ。で、まあ、ここはね、一旦守っていこうか。もう、ゴブドリミラーやりたすぎてしょうがないんですよ、僕は今。そう、飛ばしたいんですよね。うわ、来た。で、これ、ちょっとゴーストで守って、あと、キング起動します。よし、さあ。いや、で、ゴーストがね、こう、優秀なんですよ。まあ、ここはダックプリとかバルキリーとかでも、同じように守れます。新カードね、ゴブリンドリル。まあ、ゴブドリ、タケノコ。その、まあ、強いんですけど、やはり4コストな分、こう、カウンターもね、怖いですね。なんでちょっと気をつけないと、一瞬でね、タワー折られることもあるんで、まあ、気をつけてくださいって思うんですけど、まあ、そんな意識しなくてもいいですね。これ、見てください。とりあえず、タケノコダブル。いけ。で、タケノコマジで、コウモリきついっす。先に言っておきます。コウモリきついっす。で、マジ？やば。コウモリと、マザニクいて、3000削ったっす、今ので3000。えぐないっすか？ね。で、まあこれはね、ゴーストで守って、しかもマザニク倒したっす、今。やばくないっすか？もう、9コス使っただけっすよ。ほんとに、久々のぶっ壊れ来たな。これやばいっすね、今だってコウモリにね、トリネとか打ちたいなとか、足面プリンしたいなとか思ったんですけど、あんま関係なかったですね。全然。ドリル飛ばすだけで、まあカウンターが来るんですけど、そのカウンターを抑えられるなら、まあ全然大丈夫だよねっていう。よし。で、ゴブリンドリルの強みは、こんな感じでね、防衛でも使えるよねっていうのがいいところですね。でさ、このマザネクによって一生豚が増えそうな気がした。でも、キング起動と、あとは範囲のゴースト。そしてプリンセスがめちゃくちゃ頑張ります。あと600でしょ。こんなの、タケノコダブルで勝ちじゃんっていうね。でも行きたいんですけど、一回ね、ひよった。一回テスラ置いて耐えます。さあ、で、ゴースト回してね。ゴーストいれば安心安全ですね、僕も。で、トルネでここはかわしてあげて、さあ、ナイス。行きますか。タケノコミラー。やーいて、これだってメガナイトで踏んでもどっちか絶対踏めないからな。トコ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 、イエーイ！さあ、もうね、もう絶対守れません。さあ、メガナイトで踏むけど、どっちかのゴブリンは絶対入って、さあ、ナイス !14 レベルぶっ壊れです。いや、強すぎる。マジで、これミラーやってるとね、1体じゃ、マジで物足りなくなるってさっき言ったっけ？記憶飛んでます、僕。ごめんなさい。で、あと、一つ、思ったのが、この、ゴブリンドリル結構遅いじゃないですか。で、遅いのに慣れてくると、もしディガーが来た時に、ディガーばっか早いです。これ多分遅いんですよね。もうディガー早すぎて対応できなかったんですよね。そう、もうディガーに対応できなくなるっていうのがあるんで、それはちょっと気をつけていただきたい。マジで、ほとんどがまあ今ゴブリンドリルなんでディガーに会うことがないんですけど、ディガーがね、なんか一回で来たんですよ。もう早すぎて。超高速化のホリシーになってたんですけど、早すぎてちょっと対応できなかったんですけど、よし、行きます。で、ゴブリンドリルは裏に出してしまうと、キングにね、ゴブリンが行っちゃうので、気をつけてね、あんま、裏には飛ばさない方がいいです。さあ、で、ボンバーも嫌です。ボンバーも嫌ですが、うちのゴブリンはもうそんなの関係なくて守れんねえな、これ。これ、どうやっても守れねえよな。いや、守れるのか、俺は。一回ね。もうこれは、落とされてもいいか。落とされてもいいかっていくか。さあ、ちょっとやばいよ。ちょっとやばいよ。よいしょ。さあ、で、プリン？プリン？いや、このプリン！
あのコウモリですよ。あのコウモリよくねえな。あちょっとゴーレだけは本当に勘弁して。いや全然勝てないことはないんですけどね。あのボンバーの位置ちょっといい位置に置かれちゃいましたね。さあ、ゴブドリミラー行っちゃうか。どうせこの辺にボンバー来るでしょっていうね。さあ、潜ってく。さあ、削って。いやー、バカ削れるね。で、さすがにこれゴーレ出すコストはないでしょ。これゴール来たらもう訴えていいです。やべ、来そう。あ、ドリルですね。オッケー。ドリルはもうゴーストでね、余裕です。あ、でボンバーにプリンやられるんだ。俺、プリンセスの出す位置、もしかして下手？もしかしてなんですけど、僕、プリンの出す位置が下手なのかもしれないですね。気づいたんですけど。でさ、あのゴーストは、あいつ対応しないといけないよ。いや、ゴブドリミラー行きたいけどね、気をつけないとカウンターゴリゴリ来ちゃうんでね。まあでも、ここでおっとかないのも、それはそれでやばいので、ちょっとね、もうここで降りに行きます。あ、待ってやべ、うわ、芝取りにした。マジでやべ、端前プリンだったんすよ。いや、これやべえな、これ終わったっすね。こんなん守れるやついる？こんなユニットいっぱい来て防衛に自信ねえやついる？もう俺やんそれ。よし、耐えようか。タケノコいい感じのタイミングでウッとしてあげて。いや、待って、耐えた、マジで耐えた。でしかもタケノコダブル、え、いや、これは一旦もう一個施設を置いて守ります。よしよし、いや、いいナイスで来るぞ。これもう一回あれが来るから、ゴーストで受ける。いや、来んのかい。いや、ライト削りか。待って、やばい、タケノコ来た。タケノコ来たらやばい、本当にやばい。待って、タケノコどこだ。ここだ。来んな、広い。このゴブリンがやばい。いや、耐える。来た、行きます。で、ゴーストお前なんで入ってんや。いや、これが気持ちいいんだ。絶対止まらんす。このゴブリンとかでね、ボンバーとかやっつけれるんだね。ナイス。いやー、よく勝ったっすね。いや、守れればもうほぼダメージが入りますね。そのゴブリンドリル、やっぱ一つだけだと、まあバルキリーで当てられたりだとか、まあそういう感じでね、守られることがあるんですけど、やっぱ2枚もあると相手がもうナイトダクプリとかナイトバルキリーとか出してこない限り守られないんですよ。まあ多分あんまないと思うんですけどね、そういうのされたらもうドンマイ、キューアド上げる、さよならって感じで諦めてください。で、さあ、今回はペッカタンですね。ペッカタンも、もうテスラとかスケとかで耐えるんですけど、耐えれなかったら、もうタケノコでね、頑張ります。さあ。で、ネクロがちょっとだけ嫌ですよね、僕は。よいしょ。タケノコ掘るか。掘ってから考えるか、一旦。さあ、タケノコ掘ると、微妙なノックバックがね、入りますね。あれも強いんですよね。ナイス。さあ、テスラ OP と。いうわけで、防衛でも優秀。思ってるより優秀。頑張ってくれる。よし。いやー、2000までゴーストで削れたのラッキーだな。で、これ、僕、いつも言うのにしてるんですよ、この枠ね。だけど、まあ、このゴブリンドリル、タケノコが流行りすぎてるので、まあ、それ用の対策でゴーストにしましたね。よいしょ。さあ、ペッカで受けてきたら、まあ、テスラと。まあ、その辺で受けつつの、もう早くタケノコ飛ばしてーな。飛ばしたくて飛ばしたくてしょうがねえな。よし。行くか。いや、一回テスラ置くか。テスラ置いてから考えるか。テスラ置いて、来るぞ。ケツペッカ。そしたらもう、ダブル行きます。ダブルで折る。で、この辺にやっちゃうとマジで緊急動しちゃうんで、こっちの辺でね。え、何も出してこんな。トクトク。行ってこーい！さあ、ペッカで受けてこいよ。うちのゴブリンおいで。8体ぐらい入れて。しかもレベル14やぞ。舐めたらあかんで。バカ強えぞ。うちのゴブリン。え、待って、めっちゃいい防衛。マジかよ。慣れたな。めっちゃいい防衛されたくない？しかも、テスラ、さっきされたからな。えぐい。これはえぐち。やばいっすね。マジで。大変だよ、防衛が。まあでも、マジでドリル優秀なんですよね。こう、施設を並べちゃえばいいんですよ。これやばいっすよね。こんな絵ないっすよね、あんま。それで困ったらもう一回ドリル出してね。やばいっすよね、マジで。レベル14ね。
レベル14だけ異次元ですからね。火力も防衛力も全てが異次元。さあテスラ植えるか。いや防衛かてえな。ドリルで攻めれるので、もうドリル別に困ったらずっと防衛で使っとけばいいんですよね。そう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 。さあもうこうやってね、もういろんなところにね、いろんなところに出してあげて。うわ待っていい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ。なんか俺生きた、もしかしてあのドリル。たまになんか調子乗って変なことするとピンチになるんで気をつけてくださいね。さあそろそろ行きたいですね。俺もやりたくてしょうがねえ。にょー、え、ゴーストが透明になってるのか。ちょっとやばい、行きます。ヒギドリドリ、ヒギドリドリ、ヒギドリドリ、ヒギドリ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 。ウッドか、いやウッドのタイミングうめえんだなこいつさっきから。いやでも、あ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 れ、ゴブリンが、いや強すぎめっちゃ弾あったっすよね。めっちゃかな、わかんねえけど、そこそこにあったのね。あれ、打っとつタイミングむずいんすよね。いや、ダメとか打っても、残っちゃった時がもうね、はっきりしますから。いやー、強すぎる。ばっか楽しい。いや、めっちゃ楽しいな、ゴブリン。なんか、好きっすね。まあ、強いカードはみんな好きっすよね。ほんとに。お、トルババサイダー。ミラー欲しい。ゴブドリミラー。ゴブドリミラー今くれ。今来たらもうタワー折れる。いやー、ねえな。来ねえな。なんなら最後か。ゴーストいれば、新カード。あ、これ新カード来ましたね。さあ、ゴーストでね、守りつつ、からのカウンター。いきます。いくぞ。あのゴーストに絶対相手ユニットで対応するんだね。もうこの瞬間、マジチャンスです。タケノコダブル!おい、トレーム使った。いや、これ、終わったっすよね、マジ。いや、待って、バルキリーだ。で、あのベビドラちょっと厄介だな。終わったと思ったけど、結構いい防衛されてるけど、いや、それでも、1600までいったっすからね。よく頑張った方じゃないですか。で、今回もしかしたら、スケラッチャンかな?スケラッチャン、あ、スケラッチャンではねえのか。ドリルだ。うん。さあね、ウッド使うか悩むけど、テスラいるから使わなくていいな。うん。まあ、バルキリーいて1600まで削りますからね。まあ、そこそこにちょっと今回の相手の防衛が硬そうなのが嫌ですね。こういうところで、地味に狙っていきます。一発。でかいね。で、ベビトラ抜き嫌だね。もうドリルとか使ってまで守ってもいいかもしれない。さあ、なんと、相手のデッキなんだろうね。エリジャイとか。エリジャイ説はあるよね。スケラでしてごめんなさい。これドリルで守れるんじゃね?ドリルってゴブリン出るじゃん。スケラーにゴブリンって強いからね。おいで何だか縛るにしてる。急にどうした、急にどうした、行ってこい。6体。6体並ぶとどうなる?みんな死ぬ。さあさあさあ、これ、まあスケラ受けがちょっとめんどくさいですけど。まあ言うて。スケラドリルでしたね。遅延スケラの、まあなんかの枠がドリルになる。でもエルキもいるもんな。なんかよくわかんねえな。一旦植えるか。一旦植えて、ちょっと耐えたいね。ゴブリンがそこそこ耐えるんじゃね?さあ、8枚プリンで削っていく。あと700ね。ドリル攻めで使いたいけど、防衛で使ったよ時は、あ、これトレネキンギドでもよかったですね。まあまあまあ。そろそろいいか。まあ最後マジドリルミラーすれば絶対折れるんで、それまで確実に守るっていうのも手ではある。さあ、ここね、確実に守りましょう。内側やばい、内側やばい、内側やばいよ。さあ、端前プリン。これがまた強い。バレてんのか?ちょっとやばいのか?俺もしかしてこれ。もしかしてやばいのか?もしかしてだけどちょっとやばい?もしかしてちょっとやばいね。本当にやばいね。笑えないね。笑えないね、マジ。マジやばいね。ドリル、行ってこい。なんか左めっちゃ入ってる、なんで。いや、マジでやばい。エレキンだけ変わってれば。さあ、ドリルドリル。これ、耐えたら勝ち、耐えたら勝ち。マジで耐えろ、耐えろ、耐えろ。オーケー。まあ、言いたいでもよかったですよね。2体に謎にこだわってますから、僕。別にこう、毎回1体で攻めてて、タケノコ1体、タケノコ1体で、今だって時に、まあ2体送るでもね、まあ、もちろん強いんですけど。だからもう2体にはまると2体から逃れられないですね。2体飛ばした時の大ダメージの感覚がね、もう僕から離れないんですよね。皆さんもちょっと使ってみてほしい。このデッキは結構使いやすい方だと思う。
あの僕のミラーデッキ大抵本当に無理というか触れない方がいいんですけど、このデッキはねめっちゃ楽っすよ。だってテスラとかプリンとかでカード回して守りつつ、ちょっと余裕があるなって思ったらゴブドリミラーすればいいだけなんで。さあここもテスラスケで守ったらなんならゴブドリミラーやりたいもんね俺。うわいいファイボ、いや外すんかい。さあ行きます。トク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 。いやこれが強えんだな。で取るね、まあいらねえかなぶっちゃけ。してもいいけど変にするぐらいならね、せずにこれで祈って後から、え、やば、後からゴーストとかねテスラとかで守ればいいかなとか。やば、ちょっと待って、引く引く引く、強すぎて引くわ。それはそこまで求めてないしな別にね。やばくない？しかもテスラも強すぎ、ぶっ壊れやべえなーこれ。相手だってマジアチェとダークプリンス出したんですよ。マジアチェとダークプリンスをって折れるっすからね。えぐ？笑うしかないよねマジでマジで笑うしかないよね。わかるわーその気持ち。でタケノコ植えたいんですけど短いんですよね。だから相手のペッカとかに合わせたら、相手のペッカが自陣来る頃には壊れちゃうので、それはちょっと気をつけなきゃいけないよねっていうのがありますね。さあテスラ植えます。さあでユーノとか来んのかな、どうせこの辺に。でもうドリルで壊しちゃおうかな、あのマジックアーチャー。ちょっと厄介ですよね。ゴブリンがいい感じにちょっかい出してね。なんだろでこれ、まあ、別にしなくてもいいんですけど、やりたかったんでドリルミラーしかもゴブリンなんでね、これユーノとかの浮きがちょっと強いですよね。でしっかり範囲にはダーク、おお、うまいですね。まあでも追いつけないんだよね絶対、うちのドリルには。あれちょっとやばい、ちょっとやばいと思うじゃん。いきます、トトス、にょこーと。やば、煽ってるみたいに見えますけどね、真剣にやってこれですからねいやー諦めるよねさすがに。わかるわ、強すぎる。ちょ、竹中ミラーラストね。マジ、キングオルのもばっか早いっすよ、これ。キングオルねえか。いや、マジでワンチャンある。本当に、10秒デッキ、これ絶対入ります。絶対入ります。確定です。これだけで、いや、いけるぞ。え、ワンチャンあと4秒、相手が何もしなかったら。いや、レベル14のゴブリンが持って出たらね。いや、削るの早いんすよ。14が化け物なの。しかも、13と14で、14の方が硬いじゃないですか、その建物自体も。だからそれも良くて、13と14の建物が壊れるタイミングが一緒だったら一緒に柳とかで持っていかれるんですけど、やっぱ時差が遅れるんですね。13の方が先にゴブリンいっぱい出て、14の方が後から出るから、13のゴブリンにこうウッドとか使ったら14がこう暴れ回るんですよね。だからこのミラーの性質をうまく利用できてるというか、いやそこもねまた面白いとこなんですよ。さあウッド打ちます、ゴーストあれば守るでしょ。いやペッカ多くねペッカ多くね、びっくりするぐらいさっきからケツペッカされてんだけど、まあ、ペッカはもう美味しいっすね。テスラとスケと、まああとはなんかいろいろね、タケノコで守っても早く早く出したい。俺はタケノコダブル行きたすぎてしょ、もう仕方ね。よしよしよし、さタケノコダブルしてえな。俺もちょっとなんか厄介ですね、相手のこの他が厄介だな。行こうか、マザネク使ったっすよ。でまあこのプリンにどうせユーナとかで対応してくるでしょ。ポイズンか、行きます。よし、まあこれで折れたらラッキーだよね。まあ全然あるんだよな、それが。しかも冗談抜きで折れちゃうんだよな。あ、雪玉とか使ってんね、雪玉とか、ああいう取れたの使ってんね。でも14ゴブリンには勝てないんだよな、やばこれやばいっすよね、これマジでやばいと思うわ。これやばいよな、相手がして。しかも2体来るのってまあ読めないじゃないですか。まあエフェクトがねキランって出るからまあわかるっちゃわかるっすけど、やべえなーマジで、意味わかんねえもん使ってて今のでターン折れるからな、これやば、本当にやばいと思うわ。ニヤニヤが止まらねえもん楽しすぎるんだよな。よし、さあもうドリルの準備が整うぞ。行くしかねえな。いやこれは一旦守るか、ちゃんとね。僕もたまには守りますからね、ゴブリンでね。
ゴブリン強いからな。しかもこうポイズンのダメージを一斉に受けてるのはスケラ受けにも強いな、今みたいな。ね、今みたいなシーンはあんまないかもしれないけど。よし。はい。いきます。やべ。煽ってるっていう。すっごいタケノコになっちゃった。いや、すんごいタケノコだな。あ、この、待って、いっぱい舞台になっちゃう。いっぱい、待って、これやばいかな、俺。もしかして、やっちゃった？もしかしてだけど、やっちゃったな、これ。右側絶対守れねえな。いや、守れるか、佐藤。絶対守れねえじゃねえんだよな。ドリルがいると守れる。よし。いや、ドリル生まれる瞬間にミリのやっぱダメージがあるので、それによってスケルトンとか全部処理できるのも強いですね。いいね。ナイス。いや、あっさり勝てちゃうっすね。タワー一本折るのが楽すぎて。いや、だからもっと、環境変わるというか、バルキリーとかが絶対入りますね。じゃないと、じゃないとやばいですもんね。本当に、バカ振ると思うな。バルキリーとダクプリかな？ダクプリ最近こう、ペッカダクプリとか、まあ、LJ とかにも入ったりとか、結構視聴率高いんですよね。だからダクプリ、まあバルキリーあたりは使っといて損ないですね。もうこれによってミニペッカとかもね、生きる価値なしって感じになっちゃったですね。かわいそうに、本当に。ミニペ、あとエリババもどうなんだろうな。エリババもボコボコにできますよね。ぶっちゃけこれで。そう、そしたらまたちょっと環境変わりますけど、範囲攻撃強強環境になりそうだな。そんな気がする。ミニペマジでワコンですね。ミニペとか、まあ、プリンスぐらいならまあわからんことはない。まだ全然ね。普通に火力あるし HP 高いし。だけど、まあ範囲攻撃が強えよなと。さあ、ドリルミラーしてんだけどな。サイクルが。で、ナイト、ファイブ、スケラ？いや、ファイブザップだったな。いや、わかんねえ。ザップ使った？いきます。もうザップ使ったらね。タルババとか使ったらもうチャンスですから。で、僕はこれね、ゴーストで守ります。ゴーストが強いんでね、この新カードに。で、相手、あー、ババか。ババ結構守られますね。うん。あー、ババ強いですね。なんか初めて当たりました。新カード使ってて、ババ。ババ思った以上に守られましたね。まあ、ファイボーのディガーデッキとか、まあ、そういうデッキにだったら全然無能かもしれないんですけど、僕のこのデッキにはちょっと厄介でしたね、今の。ババ受け。残るよね、ミリ。ナイス。雪玉だったな。バルーンとかなのかな。ババメガゴ。アイスイズ。さあ、あ、ゴブドリミラー行きてえな。相手ザップだったもんな。ザップって全然関係ねえもんな、ぶっちゃけ。ゴブリンだし。よし。行くぜ。一応ちょっと警戒だけして。あ、逆になった。あ、これでもゴブドリが強いんだよな、これ。トゥクトゥクー。なんならミラーもあるんだよね、僕。しかもゴーストも優秀。これテスラに行くんじゃない？行かねえか。さあ、近畿道してあげて。ナイスこれ、バルーン使いの人、僕だったらもう、ね、泣いてください。めちゃくちゃなんか、施設とトルネが豊富すぎて。そんな豊富なことあるっていうぐらいね。さあ、久々のね、ミラープリンちゃんとかもやっちゃってね。ゴースト取っておきたいですね。ゴーストマジで新カードに強いんで。ここか。よいしょ。さあ、ドリル置いて、で、ドリルね、強いのがバルーン一発耐えます。あ、今、ダメージ多分受けてたからなんですけど、一発耐えてオーブンより HP があるんですよ。それがね、結構えぐいです。だから結構バルーンの時間稼ぎに強いです。本当にえぐいです。バルーンメタまである。メタまではいかないかもしれないけど、結構それぐらいに近い。よし。さあ。で、そろそろ俺のターンですね。いや、もう我慢してきたんだね、ずっと。行くしかねえよな。今しかねえよな。やってるやついねえよな。おらおらおら、行ってこい。で、逆でーす。もう無理ですよね。逆は無理。さすがに守れん。もう一生ゴブリンが無限。なんで間違えたんだ。ずっとそっち削ってたからね。ずっとそっち行ってたから。相手も警戒してたんですね。まあそういうわけで、一瞬でトロ上がりましたね。やば、600位とか来たな。ゴブドリだってこれ、いわば言っちゃえばネタデッキですけど、もうネタじゃないですからね。ガチデッキ。うん、公式戦で使えます。ほんと皆さんもこれね、
バカ強いんで、ぜひこのドリルミラーね、タケノコミラー、皆さんも使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。